すでに17年ものご愛顧をいただいている日産自動車党の日産自動車ファンのお客様に、今回も以前エクストレイルにお求めいただいたミューレンシートのこのキックスへの移設装着業務を承りました。なんと作業開始の2時間前に納車になり、先ほど某不動尊にてお祓いをしてきたそうでございます。すでに何回もお客様のための装着業務を行っておりますので、どの辺の高さ角度が理想であるかも熟知しておりますが、念のため丁寧に初歩の段階から基礎を踏んだ装着を行っております。この手の込んだ様子はシートヒーターが組み込まれているからという理由でございます。なかなか普通の作業では進行が見られないような段取りとなっておりますが、全く新しい車種に対しての電源の確保などは少し厄介な部分もございます。チルトハンドルはどうついてる？はいはい、テレスコもあるんだね。いや今時の黒いテレスコなんだ。でもあんまり引くと上がるね、やっぱりね。うん、そう、視点があれですか。どうもか。終わってしまえば簡単なように見えますが、作業の過程というのは少々気を使うことがございます。その気を使う部分というのは最終的にどの座面の高さ角度に設置するかということでございます。では皆様からのお問い合わせをお待ちしております。